フラットの表現フラットとは、西洋音楽の五線記譜法による楽譜で用いられる変化記号のこと。変記号とも呼ばれ、半音下げることを表す。イタリア語では、ベモーレ、フランス語では、ベモル、ドイツ語では、ベと呼ばれる。縦棒とその加端と中間を右側に引く曲線で構成される。音符の位置と曲線の位置が一致するように記述する。 ダブルフラットダブルフラットはフラットを左右に接して、並べた記号で半音下げ、さらに半音下げる記号である。さらに、フラットを並べたトリプルフラットもあり、結果として一全音半下げることになる。ニコライ・ロスラベッツのピアノ・ソナタ第一番などで見られる。中世西洋音楽ではネウマフの他に、アルファベット1文字を使った音名が併用された。 グイード・ダレッツォによる録音音階の理論は、全音階に近かったが、ロートのみは半音低い変動音が存在し、高い方を硬い色、低い方を柔らかい色と呼んだ。記号として硬い色を角ばった B で、柔らかい色を丸みを帯びた B で表した。前者がナチュラル記号、後者がフラット記号として現在まで伝わった。フラット記号を意味するイタリア語、ベイモレイ、フランス語、 ベモルなどはラテン語で柔らかい論を意味する B ーモールに由来する。ありがとうございます。